タウンゼンド処方導入の急先鋒、チャールズ・タウンゼンド。処方の有害な影響が現れ始めた頃には、すでにこの世になかった。タウンゼンド処方は、イギリス帝国の議会が1767年以降に成立させた、英霊アメリカの植民地に関する一連の法令を、指す。計画の提唱者である、財務大臣、チャールズ・タウンゼンドにちなみ、タウンゼンド処方と名付けられている。 どこまでを、タウンゼンド諸法に含めるかは研究者間で、若干の相違があるが、おおむね5つ法令の中から言及される。1767年の歳入法、保障法、完全委員法、副会示裁判法、ニューヨーク制限法である。タウンゼンド諸法の目的は、植民地からの税収増をもって、現地の総督と判事の報給にあて、植民地のルールから、 総督や判事を独立させること、法の徹底による貿易統制をより効果的に推進できる体制を整えること、1765年の宿営法に応じようとしない、ニューヨーク植民地を処罰すること、本国議会が植民地に対する課税権を有するという先例を確立することである。タウンゼンド諸法は植民地側の抵抗にあい、百六十八年には、 イギリス軍がボストンを占拠する事態に至り、やがて1770年のボストン虐殺事件に発展した。ボストン虐殺事件の結果、本国議会はタウンゼンド関税の一部撤廃の道義を図った。そして新しく導入された税のほとんどは撤廃されたが、茶への課税は継続された。本国政府は植民地の同意を得ないままに課税することを試み続けたが、 結局、ボストン茶会事件が起き、そしてアメリカの区立革命が始まるのである。7年戦争を戦い抜いたイギリス帝国は重い負債にあえいでいた。新たに獲得したハントにかかる費用負担の一助として、グレートブリテン議会は北米植民地からの徴税を決定した。以前に公開法を制定した時は、課税は帝国の貿易に統制を図るための手段に過ぎなかった。 しかし1764年の佐藤法では、これまでになく、再入増という目的を全面に出して、植民地に税を課すことを模索した。北米植民地の人々が佐藤法に反対したのは、最初は経済的な理由からだったが、憲法上の問題が含まれていることに気づくのにそう、時間はかからなかった。憲法によれば、イギリス市民は、 本国議会における自分たちの代表の同意なくして税を課されることがあってはならないとされていた。植民地は本国議会に議員を選出していなかったため、植民地の多くの人々は自分たちに税を課そうとする本国議会の試みは同意によってのみ課税を可能にすることを謳った憲法の理念に反していると考えた。これに対し本国議員の一部は、 事実上の代表という論法をもって対抗した。つまり、たとえ選挙によって選ばれた議員がいないにせよ、植民地の意見は実際に本国議会で反映されているというのである。この論題は佐藤法の頃はまだささやかに討論されたに過ぎなかったが、1765年の飲酒法成立時は主要な論点となった。飲酒法は植民地から広く批判を浴び、翌年、 やむなく本国議会はこれを撤廃した。因子法をめぐる議論のその奥底には税制や代議制よりももっと基礎的な問題が潜んでいた。すなわち本国議会は植民地に対する主権を有するのかどうかという疑問である。これ対する回答として本国議会は1766年に因子法を撤廃すると同時に宣言法を成立させ、 本国議会が植民地に対する立法をありとあらゆる場合において行いうるとした。タウンゼンド諸法の中でまず最初に成立したのが単数型でタウンゼンド法とも呼ばれる1767年の歳入法である。これは1766年の飲酒法撤廃後、なおもアメリカ植民地からの税収入を得ようとしたチャトム内閣が打ち出した新しい方策である。 本国政府の見たところ、植民地が飲酒法に反対した理由は、それが直接税であったということに根底を発しており、ゆえに、輸入にかかる税のような間接税であれば受け入れられるものと考えた。これを念頭に、当時の財務大臣、チャールズタウン全土ンは、植民地に輸入された茶、紙、塗料、鉛、ガラスといった品々に新たに税金を課すという案を、練った。 いわゆるタウンゼンド関税である。これらの品々は北米では生産されておらず、植民地はイギリス本土以外から購入することを認められていなかった。本国政府は飲酒法が反対された理由を誤解した結果、植民地は対外税であれば許容すると思い込んだ。だが、植民地が対内税に反対したのは、対外税ならば受け入れるということを意味するものではない。 植民地のスタンスは、本国議会の決による再入増を目的とする課税はいかなるものであれ、違憲であるというものだった。歴史研究者、ジョン・フィリップ・レードは、タウンゼンドは、アメリカは、対外税は違憲で、対外税は合憲とみなしていると誤信していた。この誤信は、独立へと連なる歴史展開において、極めて重大なものであったと書き述べた。 歳入法は1767年6月29日に直挙を得た。この時、本国議会ではほとんど異論が出なかった。歴史を大きく揺るがした法律が、これほど平穏無事に通過したのは他に類を見ないと、歴史研究者のピーター・トーマスは書いている。歳入法と合わせて成立したのが1767年の保証法である。その狙いは東インド会社の茶に、 オランダから密輸入される茶に対抗し得る競争力を持たせることだった。この法律によりイギリス本土への輸入関税は撤廃され植民地への輸出価格を下げることができるようになった。削減された税収入は歳入法による植民地への課税によって一部保障されることになっていた。タウンゼンド関税に謳われたそもそもの目的は 北米中東軍の支出を賄うために歳入を増やすことだった。しかし、タウンゼンドはその目的を改め、税収を植民地総督とハンジの報給を支払うために用いることにした。総督やハンジの報給は、それまでは植民地議会から支払われていたが、本国議会は植民地から金の力を取り上げようと記した。歴史研究者のジョン・シー・ミラーによれば、 脱腕にもタウンゼンドは税法の整備によってアメリカから資金を取り上げ、それを財源として植民地総督や判事の地位を各植民地議会から独立させることによってアメリカの自立に対抗したのである。一部の議員はタウンゼンドのプランでは年4万ポンドの歳入しか見込めないことを理由に反対したがタウンゼンドはその趣旨についてまずは 植民地への課税を確固たる先例として確立し、それから段階的に増税を推し進め、最終的には植民地の自分運営を視野に入れたものと説明した。歴史研究者、ピーター・トーマスによれば、タウンゼンドの狙いは財政よりもむしろ政治にあった。新たな税の徴収を徹底するにあたり、1767年の関税委員会法に基づき、 イギリス関税局を反とするアメリカ関税局委員会が設立された。イギリス関税局は遠く離れた植民地に貿易統制を施行することの難しさに直面していたからである。5人の評議委員が任命されボストンに拠点を置くことになった。関税局は植民地のイギリス政府に対する敵意を相当に生み出したとされる。 歴史研究者のオリバー・エムリー・カースンによれば、帝国領土における植民地内外の実質的な会議は、この独立機関が創設されたその日に始まった。また、前出の1767年の再入法は、関税の施行のほかに、援助令状という操作範囲を特定せずに発行される一般令状の適法性を改めて是認しており、税関職員はこれを原件として、 密貿易に関わっている家屋や事業者に対する強制捜査を行うことができた。さらに、貿易にまつわる処方令を徹底するために定められたもう一つの方策として1768年の副会示裁判法がある。タウンゼンド処方に含めて論じられることが多いが、この法律はタウンゼンドの入閣前に策定が始まり、生前の成立を見なかった。 副会事裁判法の以前は北米の副会事裁判所はハリファックスにのみ置かれていた。1764年に設立されたこの裁判所は広域にわたる植民地すべてを所轄するのを持て余していたため、1768年の副会事裁判法の施行によってハリファックス、ボストン、フィラデルフィア、チャールストンの4都市に分立された。 副会寺裁判所の目的の一つは、密貿易を取り締まる税関職員を支援することだった。副会寺裁判は、売信員を置かないため、植民地に不評な貿易条例に反した人々を、勘定したがる売信員の移行を避けることができたからである。またタウンゼンドは、1765年の宿営法による財政負担を憲法に反する調税とし、 同法に応じることを拒んでいたニューヨーク国議会に関する問題にも対策を打った。ニューヨーク政権法という歴史研究者のロバートチャフィンによれば正式にタウンゼンド諸法の一部であるこの法律は宿営法に応じない限り植民地議会の権限を停止するというものである。結局この法律が本国議会を通過する前にニューヨーク国議会は 宿営法の費用を買う資金を供出したため、実際に適用されることはなかった。ただし、植民地議会は、資金教室にあたり宿営法へは言及しておらず、つまり、本国議会の植民地に対する課税権の是認を回避した。むしろ、選挙によって選ばれた立法府を本国議会が停止するのは憲法に、則っ,った行為ではありえないという決議声明を採択した。 タウンゼンドは自身の計画が植民地側に論難されるであろうことを承知していたが、本国の猶予行使するにふさわしい時期は今を置いて他にないと論じた。タウンゼンド諸法は2年前の飲酒法に浴びせられたような成立当初からの怒りは買わなかったものの反対の声が広まるのにそれほど長い時間を要しなかった。タウンゼンドはこの反発を見ることなく、 1767年9月4日に休止した。ディキンソン、ペンシルベニアの一農夫からの手紙タウンゼインド処方に対する植民地側の反応の中で最も大きな影響を与えたのは、1767年12月から発表され始めた、ペンシルベニアの一農夫からの手紙と題された、ジョン・ディキンソンによる12編からなる随筆である。ディキンソンは、 すでに植民地で広く受け入れられていた思想を有名に述べ上げる中で、体内税と体外税には何の違いもなく、本国議会が増収のために植民地へ課税するのは、それがいかなる税であっても違憲であると論じた。また、税率の低さを理由に情報してはならず、それは危険な宣礼を作るものであると警告した。リキンソンは手紙のコピーを マサチューセッツのジェームズ・オーティスに送るとともに、アメリカの自由という理想が確立されるのがいつになるに、せよ、私は、マサチューセッツワン国に期待をかけていると書き添えた。マサチューセッツ議会は、タウンゼンド諸法に反対するキャンペーンを開始した。まず、ジョージ3世に、関税法の撤廃を訴える、陳情書を送り、次に、各植民地の議会に反対運動への参加を求める。 所管を送った。マサチューセッツ会場を受領した各植民地も国王への陳情書を送った。バージニアとペンシルベニアは本国議会にも陳情書を送ったが他の植民地は送らなかった。これは本国議会に陳情書を提出するという行為が自分たちに対する本国議会の主権を認めるものと解釈されるのを恐れたためである。本国議会は バージニアとペンシルベニアの陳情書の検討を却下した。イギリス本国では新たに設けられた植民省の初代大臣に初代ヒルズバラ伯爵ウィルズヒルが就任していた。ヒルはマサチューセッツ議会の動きに警戒を強めた。1768年4月、ヒルはアメリカ植民地の核総督に対し現地議会がマサチューセッツ会場に抗往するようであれば、 解散させるようにという指示を書簡で通達した。また、中マサチューセッツ総督、フランシス・バーナードに対する書簡では、現地議会に対し会場を撤回させるように指示した。マサチューセッツ議会は92対17でこれを却下したため、バーナードは直ちに議会を解散させた。タウンゼンド処方の撤廃を求める植民地の貿易関係者は、 イギリス本国の論的に圧力を加えるため、ボイコット運動を組織した。ボストンの商人連は、イギリスから特定の商品を輸入することを1769年1月1日以降停止することを求める輸入禁止協定をどこよりも先に結んだ。その他、ニューヨークやフィラデルフィアなどの港町を拠点とする貿易業者もやがてボイコット運動に参加した。バージニアでは、 ジョージ・ワシントンとジョージ・メイソンが不輸入運動を組織した。バージニア国議会は本国議会には同意なくしてバージニア市民に課税する権利はないという声明を採択し、同地総督の第四代ボート党と男爵のオボーン・バークレイによって解散させられた。議員はローリータ・タバーンという料亭に集まり、結社として知られるボイコット協定を結んだ。輸入禁止運動は 企画者たちが望んだほどには効果を上げなかった。1769年にはイギリスから植民地への輸入は38%減少したが、ボイコットに参画しない商人も多かった。ボイコット運動は1770年には、ほころびが見え始め、1771年に収束した。百六十八年、ボストンに上陸するイギリス軍、ポールリビアによる反馬。 ボストンは新設されたアメリカ関税局の本部が置かれたため、タウンゼンド処方が最も厳密に施行された。ボストンにおける処方に対する、あまりに厳しい風当たりに、関税局は海軍の支援を要請した。海軍准将、サミュエル・フットは50門艦、ロムニーの派遣をもって、これに応じ、1768年5月、同館がボストン港に到着した。 1768年6月10日、ボストンの有力商人ジョン・ハンコックが所有するリバティというスループ船が密貿易に関わっている疑いありとして税関職員に抑留された。地元船員を挑発していくロムニーの船長に以前から怒りを募らせていたボストン、市民はここに来てついに暴動を起こした。税関職員は安全のためにウィリアム・トリデに退避した。 起訴されたハンコックに対する副会示裁判での審理は、ジョン・アダムズが弁護に立ち、注目を集めたが、結局、この訴えは取り下げられた。マサチューセッツの不安定な情勢を見たヒルは、そう総督バーナードに、ボストンにおける大逆罪の証拠を見つけるように指示した。1543年の大逆法は依然有効と、議決されており、これを適用することによって、 大逆罪の審理を行うために、ボストン市民をイギリス本国へ連行することができると見たのである。だがバーナードはその証拠を提出することを望むような人物を探し出すことができず、大逆罪の審理は行われなかった。アメリカの入植者が逮捕され、審理のため、イギリス本国に身柄を送られるという可能性は、各植民地で警戒と怒りを巻き起こした。そもそも、 リバキ事件以前の段階で、ヒルは、ボストンへの軍隊派遣を決定していた。事件2日前の1768年6月8日、それが、予測困難な結果をもたらす、可能性があることは認めながらも、在北米英軍総司令官、トマスゲ芸ジに対して、機関から見て、ボストンに必要と思われる戦力を送るように、指示している。ヒルとしては一個連隊の派兵を、 ゲージに示唆したのだが、リバティ事件発生を受け、関係筋はそれでは不足であると確信した。1768年9月、マサチューセッツの人々は自分たちに対して軍隊が差し向けられたという情報を得た。サミュエル・アダムズは長方期的な市議会を緊急召集し、切迫するボストン選挙に反対する決議を成立させたが、1768年10月1日、 イギリス陸軍4個連隊の第一部隊がボストンへの上陸を開始し、関税局はボストンに復帰した。ジャーナル・オブ・オカーレンスという匿名記者による新聞連載は誇張されている部分があると見られているものの、ボストンが軍に占拠されていた期間に起きた市民と軍との衝突を年代記風の記事にしている。緊張が一気に高まったのは、 1770年2月22日、クリストファー・セーダーという未成年が税関職員によって殺害されるという事件後である。イギリス軍はこの事件には関与していなかったが、占領軍に対する憤りは火を追うことにエスカレートし、1770年3月5日、いわゆるボストン虐殺事件で5人の市民が殺害されるに至る。事件後、軍はウィリアム・トリデーへと撤収した。 英国首相に就任したノース卿フレデリック・ノースは1770年3月5日タウンゼンド関税法の部分的な撤廃を求める道義を庶民院に提出した。議員からは全面撤廃を求める声もあったがノースは同調せずアメリカへの課税権を確認する意味で茶への課税を継続すべきと論じた。 議論の末、撤廃法は1770年4月12日に直挙を得た。歴史研究者、ロバート・チャフィンは、これによってもほとんど何も変わらなかったと論じている、タウンゼンド諸法のその大部分が撤廃されたと主張するのは、正確さを欠くというものだろう。本国の歳入のための茶税の徴収、アメリカ関税局。そして、何より重要なのが、総督と判事を、 植民地から独立した立場に置くという方針。事実、タウンゼンド関税法の修正は、まずもって何ら変化をもたらすものではなかった。タウンゼンド関税法による茶への課税は、1773年、東インド会社が植民地へ直接茶を輸出することを認める茶法が、成立しても継続された。それから間もなくして、ボストン茶会事件が発生し、ここに、 アメリカ独立革命の舞台が整うのである。ありがとうございます。